全てのポケモンがおもちゃになって迫力バトル、スーパーポケモンスクランブル。舞台は不思議なネジで動くおもちゃのポケモンたちの世界。この平和な世界にある異変が。迫り来る危機に立ち向かうため強いポケモンを集めバトルを勝ち抜く冒険が始まる。まずはバトルを勝ち抜くためにポケモンを集めます。草原や岩山など様々なエリアに出かけて攻撃してくる敵ポケモンと戦います。敵ポケモンを倒すとたまに仲間に加えることができます。エリアの最後に待ち受けるボスを仲間にすることができればさらに強力な味方に。仲間を集めればいよいよ強いポケモンが参戦するバトルに挑戦。バトルロイヤルでは数十匹のポケモンが一斉にバトル。最後の一匹になるまで戦い続けます。3匹でチームを組んで戦うチームバトルは仲間と合体することで攻撃がパワーアップ。さらに数十匹の仲間と共にぶつかっていく突撃バトルは敵の大群を吹き飛ばしていく爽快感が味わえます。これらのバトルに勝利すればより強いポケモンのいるエリアへ進むことができます。同じソフトを持っている人がいれば2人で協力プレイができます。一緒にエリアを進みそこではたくさんのポケモンを仲間にできます。すれ違い通信の舞台はミーが集まるおもちゃ屋。スーパーポケモンスクランブルをプレイしている人同士がすれ違うとすれ違い通信が起こります。たくさんすれ違うと出会えるポケモンが増えたり、すれ違った相手が集めたポケモンとバトルをすることもできます。歴代すべてのポケモンたちが大迫力バトル。スーパーポケモンスクランブル。6歳以下のお子様をお持ちの保護者の方へ。任天堂 3DS では保護者による使用制限機能で映像をすべて 2D 表示にすることができます。詳しくは任天堂ホームページをご覧ください。本ソフトは任天堂 3DS 専用ソフトです。任天堂 DS、DS Lite、DSi、DSi LL では遊べませんのでご注意ください。